はい、ご視聴ありがとうございます。リラック屋の花澤です。お待たせしました。予約サイトを昨日立ち上げました。ご報告が遅れてしまって申し訳ないです。予約自体は受付をしておりまして、申し込みいただけるのが4月16日月曜9時半以降になっています。営業時間が9時半から15時となっています。とても短くて申し訳ないのですが、息子の学童を利用しようと思っていたんですけれども、申し込み手続きの方で思っていたよりも、その主人の仕事状況ですとか、まあ、いろんなことを、まあ、合わせて書いて提出して申請してみたいな感じで、とても時間もかかるしということで、まあ、利用しない方向になったんですね。まあ、これがずっと続くわけではないんですが、とりあえずのそうですね、営業時間っていうものがをはかなり、申し訳ないですが短くなりました。で、まあ、お休みがそれに伴いまして、火曜日っていうのがソフィア生徒アカデミーに行く日ですね、出勤ですので、まあ、火曜日は以前通りなんですけれども、まあ、土日祝日も、まあ、知ってる方で、まあ、対応できれば対応するっていうぐらいで、どなたでも予約ができるようにするっていうふうには、しない方がよかろうということでですね、お休みというふうにさせていただきます。リゼルバというサイトにしました。どんな感じかやってみたいっていうのもありまして、ブログですとか概要欄に貼っておりますので、そちらから、飛んでいただければと思います。でコースオプション減らしました。やはりたくさんあると登録も大変ですし、まあ、あとこう引っ越しに伴って整理しようという思いまして、まあ、特に人気のあるメニューを優先的に残して、でもちょっと始めてみて、で ご希望お問い合わせが多いものに関しては、復活することもあるかと思いますが、たくさんありすぎると選ぶときに大変っていうことだったりとか、よくわからないということも言われたりもありましたので、コースを減らして、掲載しております。おまかせコースを作りました。このリゼルバっていうサイトがですね、今までとやはり仕様が変わっていまして、今までは基本コースと足コースと組み合わせて取るっていうことができてたんですけれども、ちょっとどうもできなくてですね、このおまかせっていうのは組み合わせおまかせコースにというふうに表記してます。何かやりたいものが2つ以上ある方ですとか、まあよくわからないのでこの時間内で、やりたいっていうような方は、おまかせ60、90、120というふうに作ってありますので、そちらを選択していただければと思います。そして予約は承認制です。このサイト1本で予約を取るというわけではなく、まあ、メールですとか LINE ですとか、あとはもともと以前に予約をしてくださっている方がいたりですとかで、まあ、それと今の生活がですね、正直まだ落ち着いていませんので、こう先の予約ですとか、即時で予約を入れてしまうことがちょっと不安がありますので、一旦こう予約を希望を出していただいて、大丈夫であれば後から私が承認しますというふうになっております。常連様を優先いたします。ご新規の方には申し訳ないんですけれども、新井薬師時代にお世話になっている方を優先してお取りしたいので、まあ、それもありまして、承認制となっております。今後改良していきます。言い訳になってしまうんですけれども、本当にまあ思っていたよりも最初のまあ出だしの引っ越しにしても、結婚ということに関しても、まあ、こう婚姻届出したりとか、もうまあ子供がいる状態で
ていうことになると、こういろいろと手続きですね、ややこしいところがありまして、用意するものも多かったりですとか、ちょっと考えなきゃいけない問題もあったりですとかっていうことでですね、本当にまあ私たちの認識不足、私の計画性のなさみたいな、まあいろんなことが、主に私が全部悪いんですけれども、いざやってみると本当に何をやっても、スムーズにいくことがないっていう感じで、次から次へと、だから本当にやり直しやり直しみたいな感じで、何やってもまた時間がかかってしまったり、まあ本当に全部が変わる、私の名前も変わりましたし、まあ息子が学校が変わって、生活スタイルがやっぱり主人がいてっていうので、もう本当に全部初めてなことだったり、わからないことだったり、思ってた以上に、まあ、すごく楽しかったり嬉しかったり、いいこともいっぱいある反面ちょっと頭悪いので、正直ね、テンパってしまっていて、なんかバタバタしていて、できていなくて本当に申し訳ありません。ちょっとね、予約サイト、このリゼルバっていうところがちょっと、これもこれで本当に全部、恥ずかしい話ですけれども、ちょっともう難しかったり、思ってたのとちょっと使い勝手が良くないなっていうのを感じてまして、またやり始めてからで恐縮なんですけど、別のサイトを、まあ、検討しております。また本当になので、今これは仮な感じですね。ただまあ、予約サイトを変更しても、もうすでに予約いただいておりますが、もう予約を承認しましたというふうに、している方はちゃんと生きてますので、ご安心ください。いろいろとこう不備があったり、失礼があったりしているかと思いますが、きちんと、まあ、できる限りですけれども対処してまいりますので、ご理解いただければ幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。また変化に関しましては、随時動画ブログなどでお知らせをしてまいります。と、今だいろいろと、とにかく落ち着いてない、片付いてないところが、学校もまあまだ始まったばっかりで、もうちょっといろいろと片付いたり分かったりしてきたら、営業時間も増やせると思いますし、ただ以前よりも、まあ、結婚もしましたし、こう家族の時間とか息子に対してとか、もうね、もうちょっとしたら多分構ってもらえなくなっちゃうので、まあ、今のうちに、もっと遊んだりとかしておきたいなっていうのもありまして、お客様にはご不便おかけいたしますが、ちょっとこう、お仕事時間は以前よりも減らしてやっていくつもりです。よろしくお願いいたします。ではまた。 See you.